皆さんこんにちは、じゅんです。みーです。はい、今回はゆい先生のレッスンです。はい、撮影場所は代官山じゃなくて赤坂にある、はい、今日は赤坂のマイゴルフレンズさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、会員も募集しておりますので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回のレッスンはミート率アップ、ミート率アップ練習方法。はい、ああとにかくね、ウッド皆さん難しい、まあ、前回、うん、前々回がちょっと前にもゆいちゃんのウッドの練習の仕方を教えてもらったと思うんですけど、今回は それをさらにミート率上げるための練習方法ということで教えていただきたいと思います。はい、ああよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあゆい先生どうするんでしょうか。はい、じゃあミート率を上げると、まあ、安定したボールにもなるし飛距離も伸びるようになるので、うん、ですっごい簡単で練習場だったら絶対に使える。まずボールをティーアップして、でこれギリギリじゃなくてここ3センチぐらい結構浮かしてティーアップ。あーなるほどね。そうそうそう、ドライバーと一緒ぐらい。ドライバーと一緒ぐらいで、まあ、35ミリとか、うん、これで打つ。ほう、このまま。おお、難しい。スクリーンでちゃんと当たったらこうやってちゃんと蹴る。うんうんうん。で、これティーアップすごいしてるから地面を擦らない。そうだね。なのでこう上下にすごいぶれちゃうと、はい、これちゃんとミートしてないと。他はこう下くぐりすぎて、今みたいなボールになっちゃうから、ウッドもそうだし、まあ、あとアイアンとかでもできる。すごい超簡単なミートリッアップ練習を。おお、さすがですね。ウッドにももちろんこの前やったみたいなウッドでもできるし、例えばアイアン、アイアンでももう全く一緒。ティーアップしてる以外は何も変わらない。うーんっていう、すごい昔から確かにあるやってる。ありますね、はい、なるほど。意外とね結構難しいよね、多分ね。これを毎回ちゃんとできるように。おお、これを毎回これぐらい同じようにちゃんと飛ぶように、うんうんうん、一応正面から、 正面からだとあれだから、こう近いところの動画とどこか分かんないかな。ここだったら大丈夫。うん、一旦そうです。バレちゃう。やっぱでもこれ開くと超ダイレクトに分かる。おお、完璧です。音も違う、距離も違う。うん、そうだね、本当にちゃんと当たったかどうかが、本当に芯に当たるかどうかめっちゃ自分ですごい体感で分かる、うん、なるほどね。当たった瞬間のいい練習です。うん、はい、ぜひ練習場でね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回はミート率アップする練習方法を教えていただきました。はい、皆さんもね、ぜひ芯に当たった感覚をこの練習のやり方で、うん、ミート率上げて、うん、飛距離も上げてスコアもアップして、うん、完璧です。完璧です。はい、皆さんもぜひやってみてください。ぜひ。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。